元山海軍航空隊は日本海軍の部隊の一つ。1940年に第15航空隊を改編して編成された。編成地は現在の北朝鮮、元山。1942年9月20日に戦闘機体を第252海軍航空隊として分離し、陸上攻撃機専門部隊となった。同年11月1日第755。 海軍航空隊に改称した。なお、太平洋戦争終盤に、戦闘機搭乗員を要請する訓練部隊として2代目の、元山海軍航空隊が編成された。詳細は、第15航空隊2代を参照1939年11月15日、日中戦争の激化に伴い、96式陸上攻撃機と96式艦上戦闘機で臨時編成された。 期間後、機体は、元山海軍航空隊にそのまま移乗され、半数の隊員は新たに編成された、美ホロ海軍航空隊の機関要員として新たな任務に就いた、船爆連合隊だった十五空の装備と人員を、そのまま継承して編成されたため、引き続き船爆連合隊となった、十五空要員を機関として美ホロ空と元山空を立ち上げることによって、 一個航空隊の増強を図ったものであり、ビホロゾラと元山ゾラは引き続き、第二連合航空隊及び、第二十二航空戦隊で常時コンビを組み続けた。九十五空要員のうち、純粋な立航隊であるビホロゾラに移ったのは、立航要員に限られるため、戦闘機要員は大多数が、元山ゾラに残留した。十月一日元山航空隊が、 第15航空隊を機関戦力として、開け隊、シナ方面艦隊、第2連合航空隊に所属。1月15日第11航空艦隊を、新編。2連空は、第22航空船隊に改編。4月上旬内南洋に進出。パラオ諸島、サイパン島、トラック干渉、クエゼリン干渉を巡回しつつ、訓練に従事。4月下旬観光に、進出。 29日の音声を皮切りに爆撃開始。5月3日、重慶爆撃。5月中に4回出撃。8月31日最後の重慶生徒爆撃を80機で観光。9月1日、立山飛行場に帰還。10月9日、大中飛行場に進出。11月24日、海南東経営ゴン金港津田海飛行場に進出。12月10日、マレー沖海戦、 ビホロゾラ、カノヤゾラと共同で、プリンスオブウェールズとレパルス撃沈。1月30日ボルネオトークチン飛行場に進出。ランイン作戦を支援。3月7日ツダウムに帰還。13日バンコクに進出しビルマ攻略作戦を支援。4月20日立候補隊、ラバウルへの転戦開始。先艦隊9機ラバウル機。以後、戦闘機隊と別行動。 5月7日35回海戦勃発、20機出撃、戦火なし。5月11日19機で、ポートモレス B を爆撃。翌月まで、計6回出撃。6月30日、三沢飛行場に帰還。ガダルカナル島奪還に向けて、内地航空隊がすべて出動したため、一部を、木更津飛行場に移して、紹介20時。9月20日戦闘機体を分離。 第252海軍航空隊を新編。11月1日、第755海軍航空隊に解消。12月頃クエゼリンカンショールオット飛行場に進出。一部ヤルート干渉タロア飛行場。ナウル島に駐留。以後、マーシャル諸島、ギルバート諸島の紹介に従事。2月18日解散した第701海軍航空隊より、期待以上。 3月25日ナウル空襲、中流機12機の半数を喪失、タロアから3機補充、4月21日ナウル空襲、6機喪失、8月27日96立港より1、四季立港への乾燥開始、5機調達、11月20日、ギルバート諸島へ敵機動部隊接近、前期で迎撃、2日間の戦闘で40機中29機を喪失、戦火なし、 11月25日、タラワ島陥落。755空、タラワ基地要員も玉砕。12月、コロテニアン島に撤退。再建に着手。1月1日、22航船は、第4艦隊に転席、1月30日、クエゼリン艦舎を上陸に行おして、トラック22機進出。2月2日、第802海軍航空隊。第753海軍航空隊と共同で。 マーシャル諸島残留基地要員の救出活動に従事。2月17日トラック島大空襲。中流基前村。2月23日テニアン島大空襲。755空残存機は5機に激減。3月4日、第751海軍航空隊と連合して2個。飛行隊を編成。攻撃第701飛行隊。攻撃第706飛行隊を指揮。 704飛行隊は751空襲機関に異常。22航船は、新編された第14航空艦隊に転席、3月30から31日パラオ大空襲に、再始、グアム島から敵機動部隊への反撃を行うが、7機未機関で、戦艦なし。5月5日14航艦の機体全機を第1航空艦隊に異常。 22航戦は解散の上各体が一交換、直轄に改変。6月中旬相次ぐ空襲により機体損失甚大。7月10日解体。15空から始まる元山空の系府とは全く異なる戦闘機訓練部隊として誕生した。隠し航空機の訓練部隊であった大村海軍航空隊の増員に伴い空白となった元山に設置した文献隊をルーツとする。 当初は純粋な完熟訓練部隊であったが、沖縄戦に向けた特攻作戦の強化に伴い、教官以下及び訓練生も特攻作戦実施部隊に取り込まれた。8月15日大村海軍航空隊、元山文献隊を独立し新編、文献隊時代より養成中のヨカ連、ン、公費13期の養成を継続。2月頃実戦配備への準備開始、来年調達。 正体編成など、3月1日新編の第10航空艦隊に編入、3月26日、点1号作戦発令、第3航空艦隊指揮下に入る、練習用例式艦上戦闘機、試電など全機体を、鹿野や飛行、要員は4月2日、出発、7日集合、4月3日、神風特別攻撃隊、7生隊を結成、4月6日、 菊水1号作戦発動、7生体12、防空体4出撃、7を対全滅。4月12日、菊水2号作戦発動、7生体19出撃、2機機関。4月16日、菊水3号作戦発動、7生体15出撃、全滅。4月25日7、7生体を百721、海軍航空隊に編入。4月29日、 菊水4号作戦発動、7尾隊と昭和隊の連合6出撃、2期期間、5月11日、菊水6号作戦発動、14日まで7生体4出撃、全滅、14日の突入をもって、7尾隊の特攻終了、以後防空、直演20時、かのや中流隊は相次ぐ戦闘で消耗していた、元山飛行場では急降下爆撃をはじめ、 本土決戦に向けた特攻訓練が継続していたが実戦投入されることなく終戦を迎えた。ありがとうございます。